授業再生版令和のでも選ぶ方も大変だなと思ったんですけどね,ね最初言わなかったんですけどそう,そ,れそうですねそれはちょっと、はい、あのでも楽しんで選んでいただいてます今のところはその机の上に置いてあるので結構あの皆さんの声を聞こえると「いやこれもいいんじゃないあれもいいんじゃない」っていう形で選ぶのが大変っていう感じは ちょっと私はお見受けはしないんですけど、うん、ただいろんなのがありますので、例えばタイのフレークなんかはタイのタイを捌いてますので、タイの身から取っててゼロなんです。で、それとかのカニもそうなんですけど、そういう原価がすごく安いのも入れてあるので、うん、それでプラスあまあ一番最後最初味寄せといって2つの丼を選んでいただくっていう形でスタートしたんです。で、その時に、うん、はい、そうすると例えば天ぷらの相手だと。 軽いいものを選ばれるととうことで、うん、それで原価的にあの、まあ、37っていう形が出てるかなと思ってあまりちょっとそういうふうな形もあるのであまり減らしたくはないかなっていうのはあります後藤夫妻ここまでどうですか事業再生版、ね、らしいかいななんていうお声もありましたけど、うん、確かにすごくそういう感じがするのと、まあ、その事業再生ファクタリング有限会社影山商会代表後藤和義。 創業36年の事業実績をもとに資金調達コンサルタントファクタリングの見直し不動産の適正評価を実践困窮した企業の支援に尽力し10年にわたり数百社の事業再生を実現する事業再生版令和のトラッシュ祭今宵いかなるビジネスを加速させるすごくそういう感じがするのとまあその次の店舗に、まあ、まだそれも決まってないちょっとこうどっちに僕たちはフォーカスしていろんな 話を進めていいのかっていうのが、ちょっとまだ僕もしっくりこないのかなっていう。うん、課題が二軸ありますよね、思い出して。ね、<laughs> あと、司会としてちょっと気になってしまったのが、このえっと移転先の契約がまだで、そこの資金提供がまだ確約されてない。 なんかこの投資のリターンの条件が新店での売り上げの10%っていうことしか書かれてないんでこれもし移転できないってなるとリターンが発生しないっていう文面になってしまってるんでそこら辺もちょっとと相談が必要かなと感じますまあそれは確かにそうです自分で考えてもここに出させていただいてそれを書いて本当の話はどうなのかなっていう心はあります。ただ、えっと、その後にあの、まあ その大型商業施設に出したとしてもそこでそのすごくまあばんざいっていうわけではなくってその後シングルマザー,ーの人とかそういう人を助けたいというのもありますのでやはり仕組みを作ってそこに出ないとしても仕組みを作ってフランチャイズ化がしたいなっていう思いがあるのでそこのところでまあそこの大型商業施設を除いたとしてもその後のところでいろんなあのご提案をしていただければそっちらの方にあの。 触れるかなっていう甘い考えもちょっとあります。売上の年利10パ、どどういうこれなんどういうことだろう。俺はあんま理解が。どういう新しいお店で出た売上の10パーセントをリターンとしてお出しするってことですよね。プ、はい、ランとしては。<laughs> じゃあその店舗のってことですその店舗ので、ね、うですね。その店舗。ね ちょっと永続だとさすがに厳しいかなと思うんで、うんそ,うね、そこは期間などは協議してということになると思うんですけどそれ待たずにもうどっか移転先決めちゃってやるほうが面白い気がしますけどねさあ物件調べてるんだったらいいところちょっと紹介してあげてくださいそ、ね、れ <laughs> 確かに <laughs> 物件情報はあふれんばかり届きます、ねねね、ほら。<ー>ご紹介はできるかなと思いますけれども まあ今の物件が本当に厳しいっていうことを先ほどからずっとおっしゃってるんでそこであんまりその粘ってやっててもしょうがないんでそれであればもう新たに物件見つけてそこで入って SNS とかも今まで多分ほとんどやられてなかったりすると思うんでそういうところでこう注目されるメニューとかも作ってってっていう風にやってもいいのかな。 あとそのその後のフランチャイズ化ってなったときにやっぱりフードコートでしか実績ないってなるとじゃああの個人の方が加盟特にシングルマザーの方が加盟してフードコートをいきなり入れるかって多分入れないんでって、うん、なってくると FC 展開ってなかなか伸びないんで路面でいっといた方がなんが将来の伸びしろはあるかなとは思ったりします。うん、なるほどね 路面も視野に入れそうですかそううでですすかねただ今ただって言ったら何ですけど今そういう施設の方で力を入れてくださってる方っていうのがいらっしゃいましてそこのところがワンステップっていう形でその方たちが割と支援をしていただいてて恩義みたいなところもありますしそちらをまずワンステップさせていただいてやっぱりたくさん費用があるわけではないので。 資金調達ってていいうことで今動いてますなので、うん、他にっていうなるとまた違う資金調達をしないといけないっていう形になると思うのでう怖いですねでも分かんないもんなそれ借りれるかどうかもそこに入れるかそうそうどうかもみたいな <laughs>、うん、そこがすごく非常に、えっと、難しい難しい そこかなっってて自分では思ってますが、うん、何でしろとにかく今の商業施設のを乗り切らないとそこまでどちらにしても大型の商業施設に出ても出なくても今の状態を乗り切らないと先はないって思いまして志願させていただいたので今この運転資金自体を銀行とかの融資に頼ることはできないんですか、はい、ちょっと難しいです それはお話ししてるんでそれはしました以降に以前しましたがそれは難しいけど進展出すお金はいけるんですそうですね進展出るっていうことがかなり見込まれるっていう進展の収益が見込めるってことですか商業施設に移転するからそれがいい話ってことですね でその銀行としては、うん、そもそもそこまで生き延びなければ、ダメだっていうのは理解はしてるんですか。そうですね。で、うん、それじ、うん、その生き延びるための融資はしてくれないってことですか。うん、そうです。生き延びなきゃその先。その先を話だけ銀行ってするんですかね。うん、経営的に素人だっ言ったらいけないんですけど。その銀行さんの考え方っていうのはよくわからないですけど。ただ。そのこと言ってはなんですけど、私の年とか、いろんなことを加味されて、やはり、うん、その。 ただその大型商業施設っていうことが唯一費用が出てる出るっていう形そこに声をかけていただいてるっていうことが私の担保になってるっていう感じが今しますので、うん、それ以外のところはちょっと難しいかなって自分でも思ってます。はい、でもそここに行くしか方法がなないいみたいな感じってことでですよね,そうですねで まあ、ここに出させていただいてそこで私は終わりではないと思っていますのでそれこそ本当にも施にお声かけていただいたみたいにその後に本当にそういう形でそのフードコートに私が固執してるわけではなくもちろん路面店も出したいし、まあ、あの仕組みを作っていきたいなと思っているので今日見させていただいて素晴らししいい仕組みだと思いました本当にあの店舗の感じとかあの言われてる通りかなと思って。 あの伸びる、その要素っていうのをすごくいただきました。私。なので、それを教えていただいて、そのフードコートをやって。 多少やっぱり自分の自己資金ができるのでそこのところで銀行さんに認めていただいてその後の路面店のその費用的なものをいただいてそこからお声をかけていただいたり皆さん社長さんたちのアドバイスいただいて大きくしていきたいなと思これ移転ねしたとしても多分貸してくれるのは設備の融資だと思うしこの今の既存のお店が 盛り上がってこないと結局はここまでたどり着けない問題が出てて、ちょっと本題はねこれよりも前にあるかもしれないですね。すすす既存のお店をどうにか進化するかだと思うんですよね。今 FC とかいう前に落とすよね。<あ>はい、そうもちろんそうです。はい。鈴木さんなんか縛りが多いと言いますか、うんね、口は柔らかいんですけど、ちょっと頭でっかちになっちゃってるんじゃないかなっていうのを横で聞いてて。 感じていて、はいろいろ複雑に絡み合ってるんですけど、うん、譲れないこと3線で言うとれ、うん、の方々にちょっと整理するために <laughs> 一旦、ね、譲れないポイント3で言うと何っと譲れないポイントは、えー、っと今さ言われたみたいに丼の数を減らす たらどうだっていうことが一点ですね。丼ぶりの数は豊富に <laughs> 豊富な種類を維持したいと。豊富な種類を入れたいっていうのと、はい、ここから出て路面店に出すのはどうかって言って山本社長さんがせっかく言われたのにそこもちょっと次の商業施設がっていうのを譲れたい二ポイントですよね。豊富な種類で商業施設で出したい。ご縁を大事に。<laughs> ねね、はい。これこれコロナもあってますよね。あ,あってます。あそっち？あそうですね。そっちですか？ うん、だから俺これね僕出してるんですけど別にみたいなとこも正直あるんだよな、うん、なんか俺、うん、まだすごい、うんうん、土日は確かに人来るんですけど <laughs> 平日集客そんなにないイメージなんですよね要は超大型複合施設ではなくスーパーマーケットプラス専門店街みたいな小規模な商業施設ですよねでもそこに入るから銀行お金貸してくれそうっていう。<laughs> いやー貸さないとっぱり豊富なメニューの種類があるとたくさんのお客さんがやってくる必要がありますもんね何、うん、か仕組み化しづらそうですけどねそれはすごく SK 新宿歌舞伎町美容外科歯科オーナー医療社団法人 MER 理事長佐藤一徳 自ら施術を担当3社を経営全方位で成功を引き寄せるプロフェッショナル歌舞伎ホワイトの先駆者として訓練再生医療を補読するインディーバクリニックで業界の常識を覆す新たな視点で可能性を引き出し事業再生の道を切り開く今宵も出るか残り全部仕組み化しづらそうですけどねそれはすごくこだわりがあるんでしょうけど覚えるのもバイトだったら大変だなみたいな。いきなり入ったら 48種類の丼メニューを覚えるところから入んなきゃいけないんで。うん なんかそここはちょっと改善してもららえたらなと思いますけどねの譲れないポイントはトラ、はい、たちとの話し合いご意見によって変わる可能性っていうのもあるしあっ商業施設の方はちょっと変わらないかもしれないのでそこはもう商業施設固定で <laughs> じゃあメニ,メニューは絞ってもいいかなってその <laughs> <も> FC 展開とか考えてでもに、ね、商業施設がワンチャン融資やっぱダメですってね銀行さんが言ったら入れないですよねっていう可能性もあるんでその絶対に入れるんだったら買えないって分かるんですけど絶対に入れない 入れるか分かんないものを変えれないって言われるとこっちももううついがなくなってしまうっていう、うん、そうですね今進めていますでそこのところの結論的なのが、えっと、契約前に出ますので、うん、そこのお金が出てこないと契約もしていただけないので,、うん、でそこのところはもうおもそもなく、うん、私がそうしたいと思ってもそこのところは変え,えなければいけないという形にな,り、うん、なると思っみます。ね来年も、はい そこまで持つんですか店は。あ、そのための、そのための、<や>そのための運どれくらい,ぐらい持ちそうなんですか。そうですね。ちょっと厳しいことは確かに厳しいですね。ただ今のところ回もう本当に自転車操業ですけど回ってはいます。はい。えっと回ってますいますっていうのはここに書かせていただいたみたいにえっとこれがもう本当にあの現実です。この数字が現実なのでその十万円とか十二万とかいうのをお弁当の方でカバーしていっ ででそれは実績的にお弁当は10年ぐらいやってるのでその数を増やせばお客様的には増えるとそれはもう確実に思ってますので今会社の運転試験はどれぐらいありそうですかこれに何ヶ月ぐらい耐えられそうなぐらいありますか持ってたらこの300万別にいらないから本当にないって感じですかいや本当にないですねはいはい。はいで売上がひ 今は百四十万ぐらいなんですよね。それが百六十万ぐらいになってくるとトントンでいくんだろうっていう。トントンの状態でそのまあ皆さんがおっしゃるみたいにわからないですけどそちらの方に持っていけばなんとかつないでいけるかなと思ってます。うん、お弁当を始めてどれぐらいになる予定なんですか。今お弁当が二十万ぐらいですのでえっと今のあじゃ二十五万ぐらいですので、はい、で四十万ぐらいにして十五万。 あの粗利ですけど、はい、でも百六十にはいかないんですね、それでも。ちょうどギリギリ。百五十にまで八万足んないです。たた足りないですよね。<laughs> あ、それも、うん。ね、お弁当結構売れてるってことですか。はい、はい、売れてます。そうだ。ここの今の施設って意外と昼とかって人がいっぱい来てるってことですか。いや。 あのですね、お弁当がだいたい400円、500円、600円なので、その商業施設に来てるっていうよりも、そのお弁当を入り口のところでやってもらってるんです。今今まではまあテナントがあの主体でやっててもらったので、それがそこのお弁当を買いに来る方は見えます。400円、500円、600円。はい、はいこれで。これでこれで。そうですそれでめっちゃ安い。安すぎるな。<laughs> <laughs> ここに出てくる飲食の人は安すぎるっていう共通点があるかも <laughs> 優しすぎてただそこのところを上げるとやはり売れない,ない売れないですねちょっとやっぱり原価のこと考えて100円なりとか売れ,売れないかなと思ってやってみるとパタッとやっぱり安さで売ってるっていうことは確かにあると思いますそれに価値的にはやはりちょっとそれを700円ぐらいで売るっていうのは 私的にもちょっと買うかなっていう感じはしますでも弁当買いに来てるわけですもんね、はい、そこの店を知ってもらえるわけですもんねそうですねでもこれ食べた人が次またどんに来るっていう可能性もある全然うーんな,ないわけではないと思いますけどやっぱり層が違うのであ,<ー>うあの買いに来る層が <laughs> お弁当をお弁当で買いに来てるまあスーパーの売ってるお弁当みたいな感覚でコンビニのお弁当と同じような感覚でそこにあの買いに来てるっていう形なのでちょっと層が違いますお弁当は店頭でで売ってるんですかあ店頭じゃなくってちょっとあの屋台みたいな台を置いてであの冷凍ケースを置いてそれが。あの そこのの施設のその経営でで今ままはやってましたただその施設の経営的にはちょっとはまあ,あのもうやりたくないや,やれないっていうことなのでそうなるとうちマイナス20万になってしまうのでうちの方でそこを全部引き取ってで継続してあのやっていくっていう。家賃とかが増えるかけないです。 余地はないんですけど、そのそこスタッフは置かないという。あ、そうです。あの今までのスタッフをこちらの人件費持ちでやるっていうことですけど、うん、今二人ずつ売ってたところをちょっと話をして一人でいいっていうことなので、今までの人件費よりはかなり安くい,いけるかなと思います。うん、弁当販売、はい、スタッフ一人、はい。はい、そうです。と一人で売れます。大丈夫です。うん、はい。時間としては何時間ぐらいの。は、まあ、え一、っと、時から一時半まで,で。で二時間半。はい。 で、一人区でやって、はいはい、で、減価かかって。はい、で、うん、どんだけ残るかみたいな話す。そうですね。うんまあ、二人だったら大問題だ、ね。 うん、<laughs> なんかランチある意味ってなんかね居酒屋さんが店を知ってもらってこの来店同期拡大のためとか,なんか客層を広げるために夜のためにやったりとかなんかそういう弁当とかってそういうイメージなんですよ僕の中ではなんかそのや無,理や無理にやってると思うんですよ正直そこで利益っていうよりか夜で取るためみたいな。なんだけどこれ相関性が見えないんでねこの弁当がどうの。 効果がね、ただの赤字補填みたいな聞こえ方なんで。なんかね、そうですね。今のところだと、ただの赤字補填みたいな形で、まあ、自分自身もやっていかないと仕方がないかなと。うん、まあ、そうですね。念願の商業施設までね。うん、耐えしょうがない。でもうどうやっても、ここの商業施設は。ちょっと集客的に難しいと、大型商業施設違って、目玉が何もないので。 あの集客をする原因がないんですここのテナント自体がなのでちょっともう自分のところで何とか補填をしていかないと今ちょっと難しいかなと思ってます他にもこうテナントさんは入っているんですか、うん、飲食店の <laughs> 入ってますが何店舗ぐらい入ってらっしゃるか今のところが四店舗ですねはい 回で言うと何階に入る？二回です。二回なんです。はい、でどこも厳しいっていう状況なんです,か厳しいです。もうどこももうまあ本当にすぐさま辞めて出たいっていう。ビル頑張れみたいな話です、ね <laughs> そ。そうそうなんです。だからそこのところがすごく今問題点になってるんですけどちょっと。 私としてはもうその問題点を解決するよりも言われたみたいに他に出すっていうことがもう結論的に今自分の中ではできてますね。相当私も努力しましたしまた、うん 自分自身の中で頑張ってきたつもりではいますが結論的にはもうこれ以上で十分なんていうかなあのコロナからその商業大型商業施設の,あの話も結構長かったので本当にその前は本当にあの費用も十分あったんですけどこの商業施設が集客がないっていうことでかなりあのマイナスになってしまった。 っていう原因はあるので、もうこれ以上はちょっと無理かなとは思ってます。広告宣伝ってどんなことされてたんですか、今までは。えっと、ホットペッパーずっとやってます。で、ホームページにホットペッパーの、あの飛ぶところがあるので。そこのところは結構、あの飛んでもらって、予約とはかは。割とつけてます。はい、うん。やめるわけにもいかないし、続けないとどうしようもないっていう状況だと思うすけど。だそ,そうですね。今、あの、現状回復的にも。まあ、かなりのお金を、ちょっと。 言われてるので、そこのところで、皆さん、えっとで、で、でれないっていう、そこのところもあります。ビル、本当、やばいね。商業施設入っても、それは一緒だと思うんですけど <laughs>、うん。あの、今の店舗の現状回復費用も含めて、銀行は融資を考えてくれてるんですか。か現状回復は入ってないですね、そこのところは。<laughs> で、ないけど、うん、出る時には、現状回復しないといけないんですよね。ねそうですね。なので、九月に、一応やめるっていうところから。来年の契約の三月までに、居抜きができるような場所ではないと思いますが。まずは、まずは居抜きをか探そうと思ってます。そこのところ。うん、ちなみに、かかる費用はいくらぐらいなんですか、それ。五百万から。それぐらいかかってたんですね。<え>だってそ、ね、そんなに大きくないのに。そうなんですそ,んそうです。 15坪で500万ですかね結構いわゆる1000万って言われたこともあるんですけどそれはないんじゃないのっていうことでやっぱりそちらの業者を使うということで大体そうですそうですなのでもう皆さん出るにも出られないっていう形でひどいとこなんかもうそのままの状態でもう回転休業休業ですねなのでまますす テナント的にちょっとあの。<ー> ダメかなって思ってるところはあります。うん。新しいお店を出せなかったらやめるは授業自体やめるはありますか。そうですね。そうでも絶対やめたくないので私としては何とか得策はあるんじゃないかって今まで三十年間やってきてピンチになったことはたくさんあるのでそれでもここに出させていただいたのがまた一つきっかけかなと思ってって<ー>甘いですけど。いいただやっぱりあのダメだと思わなかったので今まで続けて。 来れたので絶対にあの多分心配っていうかその私が甘いからっていうこともあるとは思いますけどただそこをやっぱり出ないとかそのダメだと思うともう先が見えないので大丈夫だと思って大丈夫じゃなくなってからそれも大丈夫じゃないってことは考えてはいなきゃいけないですけどでも結論的にまだ出てないのでそこからなんとかまた頑張っていけるような形に ししたいいかなと思うのでお力を貸してくださ事 <laughs> 業を立て直すため置かれた現状を掘り下げる虎の面々再び立ち上がる支援者の思いを受け止めそれぞれに思いを巡らせる物語はいよいよ最終局面へということで課題は もろもろね話したりないぐらいありますけど、確かな熱い思いを持った鈴木さんの最後の一言ラストステートメントをお願いします。はい、えー、ありがとうございました長い時間あのー、お話を聞いて頂けていただきましてで、えー、なんとか事業を え続けていきたいと思ってますもう年だからとか言われますけど私はもう年だってことは全然考えてなくってもうこれから新ママた助けもしたいしいろんなことをしたいと思ってますのでなんとかこの現状をお力を貸していただいて乗り越えたいと思ってますよろしくお願いいたします <laughs> えそれでは志願者の鈴木さん後ろを向いてください、はい、たの皆様ファイナルジャッジメントのご準備をお願いします では準備ができたようなので鈴木さんお直りください <coughs> ファイナルジャッジメントタイムですこれより最終決断に入ります一枠渡辺社長結論お願いしますはい、えー、すいませんゼロです、えー、鈴木さんすごいポジティブですごい応援したいという気持ちはすごくあるんですが やっぱ気になるのが2つ。1個が、次の出店予定の融資が降りるかどうか、今の段階でわからないという点と、今のテナントから撤退する際に、現状回復で500万かかる。で、それを払わないでいいように、次の借りる方を探すとは言っていたんですが、まあ話を聞いている限り、今の場所で集,集客見込めない とおっしゃってる中本当に次入ってくれる人見つかるのかなというのがやっぱり気になったのでこの2点引っかかったのですいません今回は協力できないですにわく山本社長お願いしますえー、僕はですね今の店舗の売上アップをサポートしたいなと思いますまずそこやんないことには何も始まらないだろうと思うので <laughs> まず赤字を止めるっていうところを のお手伝いであれば、はい、ぜひさせてもらいたいなと思いますいま、うん、素敵ですねありがとうございます、えー、三枠東社長お願いします何度も手を差し伸べてこれは変えてくれないかとか交渉したんですけど頑固でしたねでもあのすごくねコロナ禍耐え抜いてとかあのすごい思いが伝わったしあのすごく頑張ってほしいなって思いがあって僕にできるのはまあこれぐらい百五十万ぐらいだけです、ね、あ,ありがとうございますすいません あの譲れないポイント2個が何とかなってれば <laughs> 1 0 5 2個でいいんですかね1個2個 2> あじゃあ2束で2ついきますはいすいません、はい、5 0万なんですけど本当にその2つが解決してればもうちょっと増えたかもしれないっていうでもはい頑張ってください本当に勇気もらいましたありがとうございますありがとうございます、はい、ということで東社長から150万円出ました残りは150万4枠一徳先生お願いします僕はちょっと30万円で 理由としてはなかなか厳しい状況にあるんじゃないかなって思ったんですけど、まあ、続けていくことの少しだけ手助けになればなと思って30万とさせていただきましたま頑張ってください,いま頑張ります一徳、うん、先生から30万円出て、えー、ここまで180万円が積まれていますご枠、はい、後藤社長お願いします、はい、すいませんもう50万 ちょっと足りない感じなんですけどもあのお話いろいろ伺ってて、まあ、僕も長いこともう30数年授業やってるんですけど、まあ、なんとかな,んかなるみたいなそのポジティブさっていうのはまあ僕もすごく共感できるところがあって今何かお手伝いできることっていうと、まあ、どうしても僕の業種的にさほどそのプロのご意見みたいなことは言えないんですけれども、まあ、こんな形でしか。 現時点では僕が今お答えできれるできる範囲っていうのはこの程度かなっていうことで申し訳ないですよいましたということで希望金額300万円に対し、えー、今回積まれたのは万円でした。今回の結果は残念ながらラッシングですって言いたいところなんですけど。

この熱い思いが、あと7十万でみんなで助けられるんだったら努力させて欲しいと思いました本当にありがとうございますということで、ちょっと飛び道具的な感じでおー、おー、おー終わりとなりますおめでとうございますありがとうございますありがとうございます見てますね素晴らしい素晴らしい じゃ、まず、えー、虎の皆様からお金をいただいてください。はい、はい、頑張ってください。はい、頑張ります。ありがとうございます。持ってますね。あ,ありがとうございます。ありがとうございます。はい、すみません。お世話になりません。ありがとうございます。結構。本当に。難題ですけども。<laughs> あはい、い頑張ります。ます皆さんの心を、はい。大事にして頑張らせていただきます。ありがとうござい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 ます。ます最後に。 オール達成のご感想を一言お願いします、はい、まず本当に皆さんありがとうございました長い時間なかなか私の思いっていうのはお話しできなかったのでこんなにお話しできて聞いていただけるっていうのは本当に感激しております。お金をい,ただいて 社長さんもあの、ご意見をいただいた社長さんも本当に私のことを思ってお話ししていただけるなっていうのを痛切に感じましてどうに感謝しております。この気持ちをできるだけ、えー、無駄にしないように頑張っていきますのでまたあのお力になっていただければありがたいと思っております。よろししくお願いいたします。 の出しかけちゃづけで事業再生を狙う志願者の挑戦ナッシングと思われたその瞬間6人目の虎トモハッピーが札束を動かし見事完全オールで終幕思いを込めたプレゼンテーションで引き寄せた逆転劇ここからいかなる未来へとたどり着くのか 大気をかけた挑戦は続報まで。事業再生版令和の虎クラウドファンディング。